どうもチョロです。ポケゴの PVP の動画を上げております。今回ですねニョロポンナットレイランタンっていうパーティーで、化石カップ潜っていこうと思います。で1戦目なんですが相手がナットレイということで、まあ微妙なのが来ましたね。タイプは食らえないのでまあシールドは剥がされちゃうんですけれども、まあ簡単で抜群つけるっていう、まあ、そんなあれ で引き先が愚足武者ということで、これさっさとねランタンに引くべきだったんですけれども、あれでしたね。ちょっとぼーっとしてました。で、相手が打ってきた技が、これツバメかなと思ったら、まあ、しっかりね、あれでしたね。なんだ、なんていうか、シザークロス、打ってきて、これ、まあ、ハリハリすればね、勝てる対面ではあるんですけれども、まあでも、初手にナットレイがいるってことで、まあ、ランタン釣られてますよね。ランタン釣ってナットレイで起点作って、で、起点作られたらニョロボンも太刀打ちできなくなっちゃうんで、対面いらないかな、ぶっちゃけ。いらないっすかね。まあ、幸いなことにね、ニョロボンがぼーっとしたおかげでちょっと起点作れてるんで、なので、まあ、それでやっていこうかなと思います。これ先打たれちゃいますもんね、どう頑張ってもね。なので、まあ、ここで、まあ、ランタンはやられていって、あとはニョロボンで起点作っていくんですけれども、まあ、相手がニョロボン対策してたらきついですね。あれとかいたら嫌だな、マンタインとか。どうなんだろうな。で、倒させてもらって、で、おそらく、まあ、ニョロボンに強いポケモンが出てくると思うんですけれども、まあ、出てきたポケモンが、相手が交代時間回してますね。もう待ってると思うんだけどな、投げてこないな。ランタンでしたね。ランタンですよね。そうですよね。で、まあ、こっちナットレイ投げていったんですけれども、対面返されちゃってるんで、まあ、ちょっときついですね。で、このリーグなんですけれども、ぶっちゃけあれなんですよね、ニョロボンに、熱湯いらないんですよね。このリーグの場合って、まあ、水派がね、岩じゃないですか、出れるの。で、水で弱点つける相手って、まあ、岩ぐらいしかいないんで、で、岩ってほとんどね、いないんで、このリーグの場合。一方的にね、弱点つかれるんで。なので、まあ、鋼でいいんですよね。鋼じゃない、格闘でいいんですよね、また。なので、まあ、グローパンチか、爆裂パンチを熱湯の蚊に覚えさせた方がいいんですけれども、まあ、以前にちょっとね、スーパーリーグで、ミュウを使って、技神スペシャルをね、かなり使ってしまったんで、まあ、ちょっとね、使いたくなくて、ニョロボンも結構技範囲広いじゃないですか。なので、あれなんですよね、もったいないから、そのままネットで潜ってるんですけれども、まあ、ただの怠慢ですね。まあでも、実際使うんだったら、まあ、グロパンチか、爆裂パンチをネットばかり覚えさせた方が戦いやすいですね。で、相手が今打ってきてる技、これ、ミラーショットで、パワーエピとミラーショット型っぽいですね。まあ、攻撃機体引かれてないんで、そこはマシかなと思うんですけれども、しかもこれ、超える数打ってたんで、まあ、これでダメージか、シルドってところに迫れるんで、まあ、悪くないんじゃないかな。で、まあ、相手が受けてくれて、で、まあ、当然ね、ランタンが戻ってくるんですけれども、ここですよね。ここがもう、ね、さっき言ったようにグローパンチか、爆裂パンチ覚えさせてれば、まあ、シールド剥がすとかダメージ迫れたじゃないですか。なので、まあ、やっぱり技は重要ですね。変えた方がいいと思います。まあ、変えないんですけど、まあ、次このパーティーで潜るときはさすがに変えようかな。まあ、こういう事態があるんでね、まあ、グローパンチとか爆裂パンチで攻めた方が絶対いいんで、なので、もし使うんだったら、まあ、ネットじゃなくてグローパンチか爆裂パンチを、まあ、攻撃の数は OK だと思うので、まあ、使っていった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあ、そこ行ったら、どんどんバトルは進んでいくんですけれども、どうしようかな。シールドの張りどころがね、結構問題ですよね。相手も結構、もう、管理しなきゃいけない HP になってきてるのも張ってきたんですけれども、これどうしようかな。張ってもいい気がすんな。ナットレイ、相手のナットレイ、ミラーショットですもんね。ミラーショットと、パワーイップ。で、あれですもんね、なんだ、HP もパワーイップ圏内になってますもんね。なので、まあ、もうナットレイで処理できそうな気がするので、なので、まあ、使っていきました。で、相手が、ここでね、なんだ、波乗り打ってきて、で、突っ込んでいくんですけども、パイプも一発圏内になってるはずなんで、まあ、これで相手を倒すか、シールドってところ迫っていって、まあ、やっていこうと思うんですけれども、相手のランタンもゲージ入ってますし、こっちの HP これだけ残ってれば、まあ、何でも食らえますよね。雷じゃなければ受けられるんで、まあ、受けていって、で、まあ、次のね、種マシンガンで、パイプ溜まるんで、まあ、それで相手のナットレイを倒させてもらって、で、最後、ランタンとの勝負になるんですけれども、まあ、いけるんじゃないですかね。ランタンの HP どれぐらい残ってたかっていう感じにもなるんですが、起点作られる前に倒せればって感じですかね。こっち、焦げる風まで貯められなかったんで、で、最終的に種マシンガンで倒していって勝ち、諦めましたね。対戦ありがとうございました。というわけでね、ちょっとね、技構成がね、まあ、微妙なニョロも使ってるんですけれども、まあ、このパーティー自体はね、まあ、強いというか、まあ、なんだろう、化石カップ潜るんだったら、まあ、大体思いつきそうなパーティーなんで、なので、まあ、おすすめっちゃおすすめ、まあ、普通のパーティーですかね。
で、まあ、次の対戦なんですが、相手がドータ君ということで、これはね、あのね、念引き型だと思うので、出し負けてたので、まあ、ナットレ投げていったんですけれども、普通にそのまま突っ込んできてくれてるんで、悪くないんじゃないかな。裏にナットレ対策いないのかな、うん、なんかいてもおかしくないと思うんですけどね。うん、で、まあ、雷でダメージ取っていって、で、相手が、しっぺ返しかな。これだけ頑張って貯めてるってことは、しっぺ返しですよね。しっぺ返し打ってくると思うので、まあ、それはね、しっかりね、シールが貼っていって、まあ、予想を見ていこうと思うんですけれども、まあ、この後の展開次第ですよね。うん、で、ここなんで雷打たなかったのかな。うん。3発で打っちゃったらね、損なんですけどね、なんかぼーっとしてましたね。この日は多分深夜にやってたんで、結構疲れてたんだと思うんですけど、まあ、とりあえず雷パンチ打っていった、雷パンチじゃない、雷打っていって、で、相手がね、しっぺ返し打ってくるんですけれども、まあ、これはもう受けちゃうしかないかな。うん。まあ、シールド2枚目使いたくないんで。まあ、でも悪くはないかな。対面返せて、で、あれですよね、なんだ、まあ、シールラードは取られちゃったのか。うん、まあでもゲージ貯められてるんで、相手のポケモン次第で打てますよね。で、出てきたポケモンが水ポケモンっぽいですね。うん。なので、まあ、ナットレイでは、まあ、草ポケモンなんで、まあ、当然パワーアップ打っていくんですけども、張ってくんのかな。あ、あれか、オーダイルか。オーダイルでシルド取っときたかった系なのかな。うん。まあでも、オーダイルはあれですね、ニョロボンでもランタンでもどっちでも詰められるんで、うん、相手のこっちのニョロボン引きを見て、何も出してこなかったところを見ると、ニョロボンが刺さってないのかなってことで、ここはニョロボン投げちゃっていいですけど、多分相手のラストね、マンタインとかなんじゃないかな。多分安心しきってると思うんですよ。ニョロボンだったら別に引かれてもいいや、みたいな。そんな動きですよね。で、まあ実際最後マッタインだったので、まああとはランタン投げていって、もこれも勝ち確ですね。相手はもうどうしようもないと思います。で、まあツバメか、水の波動か、まあ何やかんやだと思うんですけれども、うん。まあ波乗りで十分かな。うん。相手ももうシールドここで使っていく。でもシールド使ってもだよな。うん。しょうがないよな。うん。で、あとはもうあれですかね。なんだ、スパークだけで持っていっちゃって OK ですね。まあ2発ぐらい水の波動なり何なり打たれると思うんですけれども、まあ今一つで受けられますし、うん、全然耐えられるんで、まあで耐えた上で、あれですね、大台量の紙砕くも多分一発耐えるぐらいの HP 残ると思うんで、なので、まあ勝ちは確定だと思うんですけれども、うん。まあ相手が、こちらのニョロボン、あ、でもあれか、ナットレ引きで、追いづらかったのか。うん、まあでもどうなんだろう、ドータ君取っといた方がまだ戦いやすかった気はするんですけどね。うん、ナットレイを、まあ、満タインで追っかけても雷でやられちゃうからって感じなのか。うん。まあ、最終的にはパーティーが勝ってたって感じなんですかね。うん。で、まあ、波乗り打っていって、まあ、これ張ってくるか張ってこないかなんですけど、まあ、順番でも良かったんですけれども、まあ、張ってこないことを見越してね、あ、張ってくることを見越して打っていったんですが、まあ、張ってこなかったですね。で、まあ、凍える風打っていって、まあ、相手ももう諦めるでしょう。これは HP のヨロバは倒せないですよね。うん。まあ、実際諦めてますし、ね、対戦ありがとうございました。今のバトル相手がね、ナットレを追えるポケモンがいなかったって感じですかね。まあ、満タイン出しても、うん、まあ、微妙だよな。うん、で、まあ、次の対戦なんですが、相手がニョロボンということで、まあ、ニョロボン同士の対面ですね。うん、で、相手が引いてきてくれて、引き先が、ドータ君ということで、これはあれですね、またちょっとポッとして、追っかけるの遅れちゃったんですけれども、まあ、遅れちゃったからもうネットを打ってから行こうかなってことで、まあ、そういうすることにしました。なんかこの日はね、疲れてたのかね、かなりぼーっとしてますね。で、まあ、これで、まあ、シールド剥がしていって、で、ここでナットレ展開かな。うん。で、まあ、雷で持っていける、雷プラスアルファで持っていけるぐらいだと思うので、まあ、なんとかなる気がしますね。で、相手が打ってくる技なんですけれども、まあ、受けられるんで受けていって、で、打ってきたのが地ならしということで、うん、まあ、地ならしでこのぐらいのダメージですし、まあ、ネットを対してダメージソースにならないし、まあ、これがっつり起点作っておけば、ニョロボン相手にはね、まあ、ランタンでも戦えるんで、まあ、悪くない展開にはなってるんじゃないかなと思います。結果的に良かったですかね、交代が遅れて。うん、で、まあ、雷打っていって、この後、あれかな、種マシンガンだけで持っていけるかな。うん、種マシンガンだけで持っていってパイプ2発ぐらい貯められれば最高なんですけれども、どうですかね、うん、この後地鳴らし打たれなければって感じなんですけれども、なんかいけそうですよね。だけど、まあ、種マシンガンだけで倒させてもらって、うん、で、あ、打ちましたね、うん、どうだったんだこれ、もう一発、うん、打たなくてもいけたんじゃないかな、うん、いけたと思うんですけどね、うん、まあでも OK でしょう、うん、あ、でもいけないか、うん、打たれちゃいますね。で、あれですね、ニョロボンが戻ってくるようなパワーアップ打っていくんですけれども、これ貼らなければね、まあ、大ダメージですし、まあ、貼ったら貼ったらシールアラー取れるんで、まあ、悪くはないかな。で、まあ、ダメージ取っていって、で、まあ、今の状態だと、まあ、シールアラー取った状態で、こっちが有利にはなってますよね。ニョロボン同士の HP は同じぐらい。あとは相手のラストが、まあ、そうだな、まあ、ナットリとかいなければって感じですかね。で、ランタン投げていって、ただま、逆にここはもうナットリ行ってもいいのかな。で、出てきたポケモンがヌオーということで、まあ、シールドハリハリ勝負していけばいけるんじゃないかな。うん、波乗りまで溜めて下げたんで、なので、まあ、あれですね、シールドハリハリ勝負して、凍える風でどんどんダメージ取りながら、相手の、なんだ、
攻撃力下げていってやっていけば、あの、まあ、回転速いポケモンとはいえ、うん、全然いけると思います。だけど、ね、まあ、凍える風打っていって、相手も一発目は受けられるんで受けてくると思うんですけれども、まあ、その後の展開次第ですよね。で、相手が泥爆弾打ってくるので、それはどうしようかな、張ってもいいかな、ちょっとまだ泥爆弾圏内、下げたとはいえ怪しい HP なんで、まあ、ニョロボンで削れるところまで削ってっていう感じにしようかなと思います。というわけでね、ここで凍える風打っていって、まあ、これでシールを剥がせるので、まあ、波乗り圏内になりましたよね。で、あとは、ランタンがね、あの、処理してくれるはずなんで、まあ、ほぼ勝ちは確定かなと思います。でも攻撃ダウンに何か行ってるんで、泥爆弾も食らえますし、まあ、相手はゲージ吐かないとミロボン倒せないんで、まあ、ここでゲージ入ってきてって感じですかね。で、あとはどうしようかな、波乗り即打ちしたら交代受けされる可能性があるんで、まあ、即打ちしなくてもいいのかな、もうこの HP だったら。で、倒していって、で、あれですね、まあ、相手も諦めるかな。大勢ありがとうございました。今のバトルは、そうですね、ちょっと交代遅れたんですけど、まあでも結果的には、まあそれが功を奏したみたいなバトルになりましたね。で、まあ次の対戦なんですが、相手がシャドウミョロボンということで、どうですかね、相手がしっかり技構成してたらこっち負けちゃうんじゃないかな、グローパンチとかちゃんと覚えさせてたら。まあ厄介ではあるんですけれども、まあでもここでミョロボン見れたのは悪くはないのかな。ただ、まあ、ナットリー、そうですよね。なんか、パーティー構成同じような気がしないでもないんですけれども、まあ、そこを踏まえてやっていくとなると、何が一番、あれかな、弱点になるかな。どうだろう。どうだろう。ニョロボン大事にするのが一番丸いのかな。なんか、そんな気がしないでもないですね。どうなんだろう。ただまあここはもう下手に突っ込んだところ、突っ込んで変えたところで、まあ、どうしようもないんで、まあ、お互いに、ね、潰し合いな勝負になるんですけれども、で、まあ、2発目の凍える風を受けていって、で、こっちも凍える風を打っていって、まあ、これで様子を見ていきたいところではあるんですが、どうだろうな、対面取れると嬉しいですね。なんか、なんとなくあれな気がするんですよ。同じ対面というか、なんだろう、あるいは相手のラストが縛るごとか、そんな気がしないでもないですね。で、結果的にここは勝ち切れましたね。これは、別に読んでたわけじゃないんですけれども、まあ、ラッキーだったって感じですかね。で、まあ、ナットリー出てきたので、ミラー対面になるかな、おそらく、どうかな、そうですね、ミラー対面なのかな。で、出てきた僕はまさかのミラー対面ではなくて、全然違うのが出てきて、レジスチルか。レジスチルか。微妙なの来ましたね。となると、最大打点が、まあ、気合玉ってことになるはずなんで、ナットリーに対する気合玉なんでね、まあ、シールはそこに取っておく感じになりますかね。で、相手が、技打ってきて、攻撃ラン引かれなかったら大きいですね。まあ、波乗り打っていって、まあ、波乗りでいいんじゃないかな。波乗り、雷みたいな感じで、なんかいけそうな気がしますね。なんかいいリズムでしたね。波乗り、雷っていうね、なんかね。で、もう一発、攻撃ラン引かれる前に、まあ、波乗り打っていって、まあ、これであれかな、シールを剥がすかダメージっていうところ積まれるはずなんで、まあ、悪くはないのかなと思います。で、相手のシールドを剥がしたのか。ならもうナットレイでいけそうな気がしますね。なのでまあ、シールドはナットレイに残していく感じでいいかな。雷をこいつにぶち当てたいですね。まあ、それができれば、まあ、割と戦えると思います。だけどね、雷打っていって、これ受けてくれたの大きいですね。これで、あれからナットレイは、もう、瀕死になるんじゃないかな。ナットレイじゃない、レジストラは瀕死になるんじゃないかな。おそらく。まあ、瀕死ってほどでもないけど、まあまあって感じですかね。で、まあ、シールラード取った状態でナットレイ同士の対面、なので、まあ、どうかなって感じですかね。相手の交代系とかはちょっと注意する感じになってくるのかな。まあ、そんな感じだと思います。まあ、相手も雷を覚えてるんで、まあ、お互い雷でね、ダメージ取り合っていくことになるんですけれども、あとはあれですね、バトル時間が終わらないことを祈りつつですね、お互いもう決め手がない状態で戦ってる、バトルになってるんで、まあ、こうなってくるとね、あれですよね、時間もちょっと気にしないといけなくなってきますよね。で、相手も、まあ、ガンガン時間回してるんですけれども、まあ、相手としては、むしろこれね、シールドワードこっちに取られてるんで、あれっすよね、パワーアップとかで、時間稼ぎした方が良さそうな気がしますね。まあ、私だったらそうしますね。もうなんか、相手、あれじゃないですか、ポケモン2匹残ってるじゃないですか。5分ぐらい回りそうな気がしないでもないんで、なんだろう。まあ、この状態だったら、相手としてはシールドを持たれてる分不利なんで、もう時間で逃げ切るってことを狙っていった方がいいと思うんですよ。なのでね、まあ、本来のパワーアップ打った方がいいのかなって気がしないでもないんですが、まあ、普通に、ね、雷で倒しに来てくれてるんで、まあ、そこは悪くないかなと思います。で、ここで、レジスチが出てきて、ここはもうあれですね、なんすか、起点だけ作らせてもらってパワーアップで倒していって、これもう、そろそろ打たないとね、相手に軽量を打たれちゃうんで、あとは雷を裏のね、なんだ、あいつ、
なんだったっけ、ナットレに当てていけばこちらの勝ちですね。まあ、かなりギリギリのバトルになったにもなったんですけれども、まあ、最終的には勝ててよかったかな。まあ、ニョロボン同士のタイミング、相手がシャドウでね、まあ、こっちが生き残ったのが大きかったですね。対戦ありがとうございました。化石カップって、あれ、化石カップって名前ですけど、化石ポケモン全然見ないですよね。化石ポケモンは、なんだろうな、まあ、弱いって言い方もいいんですけど、環境にぶっ刺さってないですよね、かわいそうなことに。で、まあ、次の対戦相手がブルンゲルということで、まあ、出し負けてたのをランタン投げてったんですが、まあ、それに対して追っかけてたのはルカリオということで、まあ、おそらくナットレー投げてくるぐらいの読みであれだったのかな、まあ、ルカリオ投げてきたんだと思うんですけれども、これは対面返りそうですよね、うまくやれば。なんか対面返りそうなんで返していこうかな。相手がグローパンチ覚えてたらどうなんだ。グローパンチ積んできてやられたら、なんか負けちゃいそうな気がしないでもないんですけれども、どうだろう。まあ、なので、まあ、対面返さないとまずそうなんで、まあ、シールド貼っていこうと思うんですけれども、波乗り一発で相当持っていけるはずなんで、なので、まあ、先着地してるんでね、押せるかなと思います。というわけでね、まあ、波乗り打っていって、まあ、相手も貼ってこないと多分ぶっ飛ぶんで、まあ、貼ってくると思うんですけれども、まあ、相手が今打ってきたのはグローパンチじゃなかったんで、いけるんじゃないかな。まあ、グローパンチでもなんかいけそうな気がしますよね。で、相手がタイミングしっかり合わせてきたんですけれども、まあでもいいでしょう。まあ、対面さえ返してしまえば、なんとかなりそうなんで、こっちナットレがいるんで、相手のラストが満タインとかじゃなければ勝てんじゃないかな。というわけでね、なんだ、まあ、これでタイミング返させてもらって、で、あれですね、なんだ、相手の裏を見ていくことになるんですけれども、まあ、出てきたポケモン次第ですよね。まあ、シバルゴとかいるんじゃないかな。で、まあ、出てきたのはシバルゴということで、これもしかしたら大ポケモン間違えたのかもしれないですね。で、しかも波乗り打てたんで、これ打てたら大きいですね。やっぱランタンって強いよな。これでも半分ぐらいまで HP 持っていけるんで、まあ、起点作られちゃって、まあ、ツバメ返しとか打たれちゃうと思うんですけれども、ヨロポンに。まあ、十分だと思います、働きとしては。で、まあ、タイミング返ってるんで、まあ、ナットで投げていって勝ちですね。対戦ありがとうございました。はい、いかがでしたでしょうか。なんか今回ね、終始なんだろう、なんかぼーっとしてたりとか、なんかなんだろう、結局パーティーが勝ってただけみたいなね、前、ラストのバトルなんかもう裏勝ちしてたというか、まあ相手がシバルゴとルカリを投げ間違えたのかわかんないですけど、まあそういったところもあったので、まあそういった面でラッキーではあったんですけれども、まあでも化石カップってあれっすよね、出られるのが水、鋼、岩っていうその3タイプだけなんで、まあもちろん複合タイプでいろいろ出れるは出れるんですけれども、まあさっき言ったようにね、まあ化石カップっていう名の割には化石ポケモンは、弱いっていうか、環境に刺さってないですよね。まあ、岩が入っちゃってる時点で、まあ、水にも弱点つかれるし、鋼にも弱点つかれるし、まあ、複合で和らげたとはいえ、倒盤になってしまうっていうところで、まあ、やっぱり、どうしても化石ポケモンに有利な点が全くないんですよね、どう考えても。で、もともと化石ポケモン自体そんなにね、なんだろう、まあ、技構成がめちゃめちゃいいとか強いとか、なんか、ね、尖ったようなのもいないですしね、まあ、そう考えると、まあ、ちょっと不遇なリーグではありますよね。で、まあ、あと、それらも含めて、ポケモン自体が結構、なんだろうな、まあ、じゃんけんに、より近いような、リーグになっちゃってる気がしますね。だから私もなんか今回、まあ、カズキカップ結構にわかなんですけれども、一週間ね、ハイパーリーグ潜ってたんで、基本的には。っていうか、一週間も潜ってないんですけれども、動画の分だけ撮ったらもう潜らないみたいな感じなんで、なので、まあ、あれなんですが、まあでも、化石カップ一週間戦い抜いた人から見ると、まあいろんな工夫がもしかしたらあるかもしれないんですけど、ちょっと今のところ私の中ではあれですね、化石カップで、これだっていうような、なんか、目新しいポケモンがいるわけでもなく、なんか難しくはありますね。なんか良さそうなポケモンいないかな。まあちょっとそこも考えながらね、まあいろいろ試してはいるんですけれども、まあでも、なんやかんややっぱり、まあ最終的にはニョロボン、ナットレイ、シバルゴ、ブルンゲル、まあ、ヌオーとか、まあ、あとは、そうだな、まあ、ペリッパーとかもいるのかな、まあ、ランタンもいるし、まあ、大体もうそこら辺固まってくる、もう本当にスーパーリーグで強い水ポケモン、水ポケモンですね、スーパーリーグで強い水ポケモン、あとは、まあ、草ポケモンが、まあ、出場禁止が多いので、まあ、ナットレしかいないっていう、まあ、ユレイドルとかもいなくはないんですけれども、でも岩タイプ入っちゃってるんでね、まあ、そこ考えると、まあ、ナットレしか草はいないみたいなね、だからもう本当に、水ポケモンでいかに優位を取るかみたいな、そんな感じのタイミングになっちゃってますよね。ランタン、ブルンゲル、そうですね、そんな感じになっちゃってますよね。で、まあ、ランタン使う人はナットレを避けなきゃいけないみたいなね。なんかそういう感じのリーグになってるんで、なので、今のところそんなにめちゃくちゃ工夫が必要な、まあ、工夫できるような余地がないかなって感じはしてますね。どうなんですかね、なんかいるんですかね、いたら教えてもらいたいぐらいですね。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今回の動画が良かったと思う方はいいねとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あとはポケモンの詳細に関しては記事にして概要欄貼っておきますので、そちら見ていただけると幸いです。ではご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。